はいどうも、RAY ガレージのアメちゃんです。ニューちゃんだ。さあ今日はですね、こちらの車にちょっとある点火税をね入れたんで、それのちょっと紹介をしていきたいと思います。でもう後ろ見えてるんですけど、見えてる、これね、ワコーズのエンジンパワーシールド、これを入れたんで、ちょっとこれのご紹介をしていきたいと思います。このエンジンパワーシールドを入れた理由をね話していきたいと思うんですけど、この車実はエンジンオイルが滲んできてまして、特に下ね、エンジンの下回りから、あれなんか湿ってるな、覗いたらこれ漏れてんじゃねということで、さあどうしたもんかと考えた末、これ入れてみようぜと。歌い文句がね、エンジンオイル漏れ防止って書いてるから、これ入れたら治るんじゃねと軽い気持ちでちょっと入れてみたんですけど。そうやな。そう、どっから漏れたかっていうと、多分クランクリア、クランクの後ろのシールやね。シールから漏れてる感じがする、で仮にそこを修理するってなると、そう、エンジン下ろしてなんやせなあかんから、めんどくさいよと、お金もかかるよと、またこれ入れたら治るんじゃねみたいな、それで治るんやったらこれ入れて、これ入れてみようや、で入れてみた。でそれはどういうやつなの、これはどういうものなのかというのをちょっと説明したいと思います。ちょっとカンペ見ますね。いっぱい長々と書いてあるカンペ見ます。まずこのエンジンパワーシールドの最大の特徴として、ゴム部品を潤滑膨張してエンジンオイルの、漏れにじみを防止するという効果があるみたいです。これにはそれが入れたら、だからゴムが膨らむってこと。ゴムが膨らんで潤滑作用が、働いて、いっぱい多くなって、にじみ漏れを防止するということですね。で2つ目が修道部分、エンジンのこの動く部分ね、ゴム部品とか金属部品とかの修道部分の油膜を強化することで、オイル上がりオイル下がりを防止する。ここにもオイル上がりオイル下がり防止って書いてるからね、ここに書いてる、書いてるからね、これが2つ目の特徴で、3つ目が油膜を強化してメカノイズを低減するってことで、確かにこれ入れたらエンジンの音がちょっと低減した。確かにエンジンオイルを交換したからエンジンの音が静かになったのかなとも思ってんけど、実はこれのおかげで静かになったみたい。で4つ目がエンジン各部の摩耗を減らしてエンジン寿命を延命させる、延長させる、で5つ目が、ちょっと難しい名前が出てくるんだけど、リキッドセラミックステクノロジー注文が入ってるらしい。これエンジンオイルの性能を総合的に向上させる添加剤らしい。グレードアップみたいな、グレードアップみたいな感じっていうのが入ってるみたい、このエンジンパワーシールドには、別には。ちなみに全量入れてません、多いんで半分入れてます。で次のオイル交換の時にまた半分入れてどうかっていう感じですね、どうだ、入れてみた感想とかある？結構あれかな、これ出したら結構ブチブチブチってこう、なんていうかな、マヨネーズみたいな、結構硬い、粘っこい、粘っこいな、多分オイル粘度も上がってる、これと一緒に入れたら、そんな感じかな、あと色赤いね、びっくりした、ね、赤いんよみたいな、赤かった、ちょっと見えるんちゃうかな、ほら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 、おおすげえすげえすげえ、オイルというよりもほんまになんか、なんか粘っこい、ジャムみたいな、ジェル、いちごジャムみたいな感じ、あーそうやな、そうそう、いちごジャムみたいな感じ、いわゆる普通のなんか添加剤ではない、オイルの、なんやろ、膜強化する的なこと歌ってる添加剤あるけど、そういうのとはまた違うやん、そういうのでは違う、いちごジャムみたいな感じ、エンジンパワーシールド、これを入れていきたいと思います。じゃあ、今回入れるオイルはこちらモービルワン 5W30、 これ入れていきたいと思います。じゃあ軽自動車には1本絶対多いと思うので、半分ぐらいかな、量ちょっと入れていきますわ。じゃあオイル入れたんで、このオイル漏れの箇所ちょっと清掃します。はい、綺麗になりました。エンジンパワーシールドで、ね、このオイル漏れがどれだけ収まるのかっていうのをね
検証していきたいと思います。そんな感じですね、うん、はい、大体100キロぐらい走ったよ。100キロ走った。どう、大体100キロ走って、うん、さっきちょっと下覗いてみたけど、うん、あんまり出てない。 あんまり出てない、まあ、出てない、うん、ってことは100キロ現段階では漏れてはない、うん、ちょっと見てみようや。見てみよう。まあ、ちょっとこの場の下回りを見通してるんですけど、清掃して100キロ走った感じ、こんな感じですね。全然漏れてへん。漏れてない、全然綺麗、うん、100キロで、まあ、まだちょっと結論、この効果があるっていう結論を出すにはまだちょっと短いかもしれんけど、とりあえず100キロ走った感じとしては全く漏れてない、来てないっていう感じか。そんな感じですね、うん、現段階100キロ地点では漏れていないと。あ、聞いてるよと、これがね、こいつが聞いてるよと、うん、いうことですね。これでな、止まったらめちゃめちゃいいよな。めちゃめちゃいい、うん、もうこればっかり買うかもしれんもう今後いろんな車におすすめできる商品かもしれん、うん、それも画期的な商品の、うん、ワコーズさん、もっといっぱい欲しいな、ワコーズさんはい、ということで、まあ、走ってます。どう、あのね、走ってる感じは全くもって変わらん。変わらんね。フィーリングは変わらんよ。ただアイドリング時のエンジン音がはい、そろそろねオイル交換の時期になってきたということで、現状のオイルにじみの方をちょっと確認していきましょう。はい、下回りです。若干ではあるがギトってるけど、これエンジンパワーシールド1回目入れる前に比べたらだいぶマシじゃないかな。うん、ちょっと期待できるかな。ということでオイル交換して2回目エンジンパワーシールド入れてちょっと清掃していきましょう。2回目のエンジンパワーシールドを投入していきたいと思います。で、今回も、オイルはモビルワン 5W30 です。じゃあ、オイル作っていきましょう。じゃあ入れていきます。前回半分入れたんで今回は全量入れていきます。はい、清掃の方ですね、ちょっとしてみたんで、またちょっと次のオイル交換の時期まで経過観察ですね。では行きましょう。さあ、というわけで2回目のオイル交換をして、だいたい約300キロぐらいかな走ったんですけど、ちょっと見てみる現状。こんな感じですね。どう、結構綺麗、もしかして。うん、結構綺麗と思う。なんかあんまギトギトしてないよな。そう、比較的綺麗じゃない。うん、乾いてはいると思う。雫にはなってへんな。うん、全然なってない。1回目投入してからだいたい2300キロほど走ってます、うん、はい。どうかな、この感じ効いてるんちゃうかなと思うんやけど。うん、まあ結果漏れてき止まってんじゃん。止まってるっぽくない？止まってるっぽいな。ギトってないもん、うん、そう。だからこのエンジンパワーシールドは結果効いてるんじゃないでしょうかと。おお、いうことですね。これ結構いい発見じゃない？いい発見、うん、オイル添加剤で初めてぐらいの結果ちゃうかなこれ、うん、今まで明白にこう目で見て結果が分かるっていう。今までいろんな入れてきたけど、うん、明白に、おお、すごいってなってんのはこのエンジンパワーシールド初めてちゃうかな、うん、っていうふうに思います。
これいいんちゃう結構、うん、結構いいと思う。ただあの漏れすぎてるやつに関しては絶対にそれは修理した方がいいと思います、うん、あ、これあくまで応急処置か。あくまで応急処置、これを入れるまで入れるよりも修理した方がいいと思う、うん、そりゃそうやな、うん、でこれぐらいやったら多分このエンジンパワーシールド入れたら止まるんやろな、うん、初期漏れぐらい、うん、ぐらいやったらいけると思う。ということでね、皆さんもぜひエンジンパワーシールド入れてみてください。はい、めっちゃ進めるやん。入れてくれてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ズルズルズル、左に曲がります、ご注意ください。曲がれ勝手に。言うな自分で言うやん。完全好きか。完全好き。